三番瀬。三番瀬は、千葉県浦安市、市川市、船橋市、奈良市の市にまたがる干潟。干潟としては、東京湾オーブ最大の面積であり、日本の重要湿地500指定地に含まれる。市川市行徳から浦安市にかけては、新居浜とも称されていた。現存する三番瀬は、浦安市の埋め立て地の東沖に位置する江戸川。 江戸川放水路の川口付近の干潟を及び潜海域を指し、市川市、船橋市、奈良市の沿岸に接する。東端には船橋航路や千葉港があり、西端には猫座根川、川口や日野出、新浦安駅付近の埋め立て地が広がる。埋め立てが進む以前は、より西側の旧江戸川川口付近まで、干潟や潜海域が広がっていた。 旧江戸川から供給される土砂によって、旧江戸川川口一帯の全地斜面の前浜干潟、及び旋海域に広く干潟や、旋海域が形成され、現在の三番瀬は、その一部が埋め立てを免れて現存している状態でる。江戸川、江戸川放水路川口の沖合にある深さ6.5メートル、M の市川航路によって中央部で分断されており、東半分を船橋川、 二種半分を市川川と呼ぶこともある。東西5700メートル、南北4000メートルの範囲に広がっており、水深1メートル未満の面積は約1200ヘクタール、ヘクタール。水深5メートルまでの海域を含めると面積は約1800ヘクタールに達する。千葉県企業庁によれば、以前の範囲は陸岸から沖合3から4キロメートル。 キロメートルの広い範囲にまで広がっており、海底勾配は1、1程度と非常に緩やかな勾配で傾斜している。大潮時に干出する面積はそのうち140ヘクタールであり、かつての干出域が地盤沈下したものと考えられる。三番瀬の付近には、多日日型や行徳湿地、行徳鳥獣保護区、行徳近郊緑地特別保全地区、市川屋町の楽園、区内町、 新居浜カモバなどの干潟や水辺などが散在する。三番瀬という名前は、沖から離れるごとに、高瀬、二番瀬、三番瀬と名付けていったことから始まったと、する説があるが、三番瀬という名称の名付け時期、由来は定かではないとされる。三番瀬周辺の定地において、人が居住を始めた最古の記録は、平安時代であるとされているが、この地域で、 大々的に漁業が行われるようになったのは、徳川家康が江戸に入府し、西国で開発された網を使った漁法とともに、西から漁民が移り住んできた1600年前後だと考えられている。江戸時代、三番勢の周辺域は、江戸幕府に漁界類を献上するためのおな裏として指定され、紀州より移り住んだ漁民によって、排他的に利用されていたと考えられている。 利用に関しては、周辺の漁民との圧力を生み、大干所への訴訟や老中への直訴などの事件に発展している。三番瀬周辺は豊かな漁場であったほか、陸地には塩田が作られ、周辺地域は江戸を支える食料供給基地であった。なお、のりひびによるのり養殖や、アサリハマグリの養殖は、江戸末期から明治時代にかけて本格的に始まっている。 明治時代になると、三番瀬の周辺海域では、詳しい図面が作られ、巨場としての管理がより厳格になったと考えられる。高度経済性長期に、埋め立てや水質汚染が進むまでの間、旧江戸川河口から東の三番瀬周辺では、アサリなどの海類、スズキ、カレー、シャコ、ガザミ、コウイカ、クルマエビ、サヨリ、シバエビなどの多種多様な魚介類が取れていたことが、 記録に残、いる。また、当時の図面からは、旋回域にアマモが多く生育していたことがわかる。海苔に適した早い潮の流れが維持され、水質も良かった。昭和50年頃までは、海苔が盛んに生産されていた。その後、三番瀬は、社会状況の中で、東京安全体として進行していた、水質悪化や埋め立てによって大きく変貌してゆく。 その転換期に起きた象徴的な出来事が、1958年に発生した本州静止事件である、江戸川漁業被害を参照。この事件は、東京都江戸川区にある、本州静止、現、王子静止江戸川工場が、新型生産設備を稼働させ、パルプ生成の際に出た排液を江戸川に流した結果、黒い水、排液中に含まれていた。 大量の担任ンンが海水と反応したために黒い色になったが、江戸川河口域の海を広範囲に汚染したことに発し、発する。この事件の後、政府は、いわゆる水質二法、公共用水域の水質の保全に関する法律、水質保全法と、工場排水等の規制に関する法律、工場排水規制法を制定したが、三番瀬の漁業を取り巻く、社会状況は、 経済成長とともに厳しさを増し、本州制止事件で漁民のリーダーだった人物が浦安町長となり、開発推進に転向したこともあった。1960年代に入ると、浦安漁業共同組合による漁業権の一部放棄と埋め立て事業の開始。1970年代には、浦安漁協が漁業権を全面放棄し、1980年代には、 旧江戸川河口から市川市境界までの埋め立て事業が制する。こうした東京湾の環境悪化は、魚介類の減少を招き、これまでの漁業の存在基盤を危うくすることになった。三番瀬における漁業が、現在のように網による海苔養殖や、アサリなどの養殖に依存するようになったのも、この時期である。一方、 市川市や船橋市などの他の地域においても1970年代初めまでに一部の埋め立て事業は進行する。しかし、その後の事業は自然保護運動の高まりやオイルショックなどを背景にして計画が凍結され、現在の三番税の範囲が過労じて残る結果となった。1980年代に入ると凍結されていた事業が目的を変更して復活し、後に焦点となる。 京洋港に帰築計画、市川に帰築計画として発表される。これらの計画に対して、1990年代、特にその後半にもなると、日型の生態系の中での機能の重要さに関する理解が市民レベルでも広がりを見せたこと、いそはや湾管託事業の実態に関する報道が、全国的に大きな衝撃を引き起こしたことなどから、 埋め立ての反対運動が全国的に広がり、1999年には当初の740ヘクタール案から101ヘクタール案へと変更されが事業は凍結となる。その後2001年に三番税の埋め立て計画の白紙撤回を掲げた堂本昭子が千葉県知事に選出され、住民参加と情報公開の下、三番税の再生。 保全を進めるという方向が示される至った。さらに2009年の知事選挙で森田健作が吉田平、羅、元の後継候補を破り、初当選した。森田は人と自然との共生を主張している。三番税の再生自体は知事の交代があったものの、県としても継続して取り組むこととされた。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震により、海岸が広範囲に液状化、また震動、津波により構築物等も大きな被害を受け、復興が課題となっている。3番では、木更津市の晩秋日潟、奈良市の,市の谷津日潟と並び、東京湾大部における数少ない日潟、旋回域であるため、魚類をはじめとする海の生物や、 鳥類の貴重な生息地であると考えられている。少なくとも、これまで魚類101種、鳥類89種、定生生物155種、プランクトン302種、合計647種が確認されている。そのため、環境省が選定する、日本の重要湿地500の一つに選定されている。特に鳥類については、渡り鳥の重要な中継地と考えられており、 木足市議、浜市議、大反橋市議、メガイチドリ、鈴鹿も、小アジサしなどの四季折々の渡り鳥が、休息や、祭事のために万世を訪れる。全国的に珍しいとされる清高市議は、1990年代以降、三万世周辺でよく見ることができるようになった。これらの鳥類は近接する多日日型と三万世の間を頻繁に往復しており、 両者がこれら鳥類の生存に関して補完的な関係にあることが示唆されている。魚類などについても、三番瀬は産卵場として機能する、ほか、幼魚、養生が生魚、生態に育つ場所、いわゆるゆりかごとしての役割を担っているとされているため、三番瀬は、東京湾全体の生物の象徴に関わる場所で、あると考えられている。東京湾の 汚れているイメージや無機質な埋め立て地が多い海岸線とは異なり、三番瀬は東京湾内でも屈指の魚場の一つである。海苔1600万枚やアサリ967トンを筆頭に、鈴木1146トンやカレー41トン、イワシ7トンなどが漁獲されている。カッコ内は2003年の生産量及び漁獲量。 これらの漁獲物は江戸前として珍重され、特に海苔は最高級品として流通している。この他、三番瀬では、潮干狩りや釣り、ウィンドサーフィン、散策、バードウォッチング、環境学習、教育などの場として利用されている。三番瀬の周辺は、港湾、工場などが多く、海岸線のほとんどが護岸化されているため、 船橋市の船橋三番瀬海浜公園や、浦安市川の埋め立て地の護岸など、干潟にアクセスしやすい場所は限られている。船橋三番瀬海浜公園以外の海岸線は、立ち入りが禁止されている場所がある。三番瀬の猫座根川、川口駅の霊角島は、1998年以降から、その存在は、航空写真でも確認でき、2006年現在、 その大きさは4000平米に上り、うねなしとまやがイやハゼの仲間の生息が確認されている。このカキショウについては、化石カキショウと同様にカキショウを作っており、貴重なハビタットであるとの主張が一部の環境保護団体の中にある。対して、地元の漁業関係者や住民、一部の地元、NPO などの間では、浦安川の埋め立てに伴い海の流れが停滞した。 ことや沈没戦闘の不法投棄物等を書くとして、下記の群落が90年代後半という、ごく近年北に過ぎないとの見解や、流れがあり、提出が差しつげないと、アサリン魚場としての価値もなくなるとの意見、下記群落が青潮に与える、悪影響も懸念されるという意見、青さの発生源になっているという意見もある。市川漁港沖と船橋三番瀬海浜公園沖には、 共同漁業権が設定されており、アサリ等の採取は禁止されている。ネコザネガ川,川口域から日の出干潟に関しては、漁業権は設定されていないが、千葉県海面漁業調整規則第37条により2.7センチメートル、センチメートル以下のアサリの採取をしてはならず、違反者には10万円以下の罰金が課される。また、漁具についても買い巻き、 湾岸についても漁業者以外は使用することができない。東京外環自動車道は三番瀬に突き当たり、首都高速湾岸線に接続する。湾岸線の交通量が増加が見込まれる中、構想段階にあるのが、第二東京湾岸道路の建設であり、三環上級放射ネットワーク構想の一部を担う道路である。第二湾岸道路に転用可能な用地はすでに確保されている。 三番瀬を埋め立てて道路を建設する案が存在した。市川潮浜駅前には貨物線計画の際に旧国鉄に倉庫用地として売却した6ヘクタールの駅前用地が開発されない状態で残されている。これは京葉線の旅客化と国鉄民営化に伴い訴訟を経て最終的には2002年度末に海の再生を前提として 市川塩浜駅前の用地を海辺の町にふさわしく再整備するための用地として買い取っている。現在サッカー練習地などに暫定利用されているが、環境学習や研究の場などに活用することを検討している。猫ザガ川川口域では一部環境保護団体調査で千葉県レッドデータブックに掲載されている6種の生物が確認されるなど、同川口域で 多くの生物種が確認されている。また、提出は、シルト分が多い提質であるが、有機物含有量が、必ずしも多いわけではなく、ヘドロ化しているとは言えないとの評価もあるが、あくまでも相対的な評価に過ぎず、一般的な用語としてのヘドロ化否かは明確な、結論が出せるものではない。また、ウキドロの体積域は、局所的な領域に限られ、他は、 さでいである。提出中の有機物は、青さよりむしろ、ネコザネ川河ワ水や海産植物プランクトンが、主因である、可能性が高い。しかし、波がなく、流れがほぼ止まっているために、下記に貧酸素化、還元状態になりやす、何らかの改善措置が必要だとされている。当該域の水質については2001年、平成13年前に行われた千葉県の、 補足調査によると、他の三番税海域と異なり、水質、浄化作用とも劣る水域との結果となっている。その後の他の独自調査等では、様々な結果が示されており、水質改善傾向にあるという見解が示される場合があり、口述の下気症の浄化作用による、当該水域自体の浄化能力が理由に挙げられが、下気症自体に有機物が蓄積され、 当該水域に堆積することは自命であり、理由にはなり得ないところで、単に下水処理対策などにより、東京湾への流入河川等の水質が改善されたことによと考えるのが自然であるとされる。地盤沈下の影響で現在日潟の監視出域はわずかである。日潟の維持に必要な土砂は、江戸川放水路からの洪水時の出水に依存している。荒砂やマナなど、 流形の大きな土砂は三番瀬をに分割する、市川航路に落下してしまい、三番瀬には堆積しない。航路に落ちてしまう土砂は、毎年春節で取り除かれている分だけで、年間数万流米単位のに上る。また、旧江戸川からの出水によってもたらされる土砂は、古くは、利根川の付け替えによる土砂量の減少。近年では、東京ディズニーリゾートや新浦安の埋め立て地に、 遮られてしまい流れてくることは期待できないつまり三番瀬海底地盤が自然状態においてこれ以上上がることは期待できないそのため今後どのようにして監視追記を再生するのかは三番瀬で最大の課題と言えるこの監視追記の喪失の試みに関し客観的には60平方メートル程度の監視追記の造成をごく一部の環境団体関係者は 埋め立てあるいは人口比が高と評し、工日の第二湾岸道路の建設と関連づけて反対を唱えているが、客観的な事業規模を開案すると、失当な主張と評される。市川塩浜駅前からほど近いの約 2.2km の直立合岸は対応年数を超え陥没事故を起こした。また、浦安市が 7.5m の合岸であるのに対し、 一川側の護岸は5メートル以下であり、高潮が護岸を乗り越える事故が起こった。応急処置後、円卓会議、再生会議の委員会で議論が行われ、防護と環境と利用に配慮した護岸をモニタリングを行いながら順応的管理で整備していくこととなった。潮浜2丁目の護岸回収にあたっては、 マガケを中心とした長官隊ハビタットの成立がモニタリングの基準の一つとされてお、工事一年後のモニタリングではこの基準は達成され、今後もモニタリングの継続が予定されている。多い年には7000トン以上、少ない年には1000トン以下もの青さが発生する。穴青さの初期発生域の一つは、市川川の岸寄り部分南青さの初期発生時期は、市川川、 浦安川の岸寄り部及び船橋の某泥柵付近が考えられている。効率的な回収方法の検討や、回収後の青さの利用などが検討されている。例えば、発行資料などにする方法などが検討されている。浦安沖、新浦安駅から見て、公園墓地の奥側の海に埋め立て土砂を採取した3000万立方メートル級の大規模な負荷掘れがあり、 貧酸素水害の発生源になっていると言われている。10トン車で一度に運べる土砂が、約5リュベであることからもわかるように、途方もない量の土砂であり、すぐにすべて埋め戻すことは極めて困難である。市川航路も、同様に貧酸素水害の発生源とされている。なお、過去にマイクロバブル等による青潮対策の実験が、なされた。ラムサール条約登録に関しては、 超重保護区特別保護地区に指定すると人の立ち入りができなくなるのではないか。監視追記がかつてに比べて減っており、再生をしてからの登録が良いのではないかど、様々な懸念もあり未だに実現していない。漁業者からは、水産関連施設や乗りひびなど漁業行為への規制、副作や用品の規制、水鳥保護による食害などの被害を懸念する声も上がっている。また、 一川市の漁業協同組合に対する漁業保障をめぐり、一部の環境保護団体関係者から住民訴訟が提起され、これは直接は漁業関係者に対する賠償請求ではないが、最終利得者が漁業関係者である構図をめぐっての住民訴訟であり、結果的にこれらラムサール条約登録を推進しようとする一部環境環境団体が、 ラムサール条約登録に関する直接の利害、関係人であ、登録のために同意を得る、必要のある漁業関係者を、事実上の敵対関係に置いてしまった形となった、訴訟は一部環境保護団体関係者の敗訴で、確定。三番世界域においては、船橋市の漁業共同組合もあるが、同漁協はすでに埋め立てを前提に、総額で二百億円近い漁業保証を受け取り、 漁業権を放棄済みであり、漁業権という観点からは、市川氏の漁業関係者に比して、恒久的な漁業権を有していない点で、ラムサール条約登録についての利害関係の程度は落ちる。ちなみに、船橋市の漁業協同組合は、三番世界域においては、現在は、恒久的な漁業権を有していないものの暫定的に、漁業を継続しており、ラムサール条約登録に伴い、 高級的に将来にわたり漁業を継続する場合、すなわち、再度、高級的な漁業権を得る場合、当該漁業保証金の返還の問題等の解決が必要となる、船橋市の漁業協同組合は、三番瀬海域外でも漁業を行っており、魚類は、ほとんどが三番瀬外の海域で捕獲されたものである。千葉県三番瀬再生計画は、 同元知事が公約として掲げた三番税の再生を目指すための計画である。2005年8月にその県の基本計画案が公表され、2006年12月に基本計画が2007年2月に事業計画が策定された。この計画策定は2002年1月三番税再生計画検討会円卓会議会長。 岡島修芸行の設置によって検討が始まった。千葉県、漁業関係者、自然保護団体、地元住民などの多様な主体の元議論が始まったが、当初あった埋め立て案を白紙撤回した後での開催であり、様々な思惑、利害が錯綜した結果、議論は難航を極めた。しかし、2002年12月に中間取りまとめを公表し、 2004年に1月には千葉県への提言として、両論兵器的な記述を含む三番税再生計画案が提出された。この計画案は、あくまでも県に対する提案として取りまとめられたものであり、何らの法的拘束力、肯定力を持つものではないが、一部環境保護団体の関係者は、両論兵器部分の一方の見解のみを引用の上、 あたかも肯定的な見解であるかのような言動を行っており、これらの言動が議論の蒸し返しであるとの批判を受けている。三番税再生計画検討会、円卓会議は計画案の提出により役目を終えたが、2004年12月に千葉県が策定する三番税再生計画についての知事の諮問機関として三番税再生会議が発足している。そして、 二千六年十二月に、千葉県が、千葉県三番税再生計画、基本計画を策定し、翌二千七年二月に、同、事業計画を策定し、千葉県三番税再生計画が完成。以下に再生計画の要旨をまとめる。道本秋子、2001年から二千九年、千葉県知事は、三番税への取り組みにあたり住民参加と、情報公開により進めることとし、 住民参加の具体化として三番税再生計画検討会議、円卓会議、その後に三番税再生会議を設置しているが、その現状が問題視されている。円卓会議の初期においては、一般の参加者として、現在に比して、多様な数的にも多くの参加者があり、議事録からもその子が見て取れるが、現在は極めて少数、同志の主張を持った者の参加があるに過ぎない状況が、 議事録から狙い割れ、同元が想定していた住民参加からはほど遠い状況にある。さらに、公募委員については、応募者が極めて少ない状況にあり、有識者についても、円卓会議から継続して委員を続けている者も,も多く、いずれも固定化傾向にある。また、議論については、円卓会議における主張を繰り返すこと等による、議論の蒸し返し、 発言者に話が長すぎて何が言いたいかわからない人が結構いる等との批判があり、さらにはその前段の問題として自己主張や主権の改陳に過ぎず議論に至らない点が議事録から狙える。加えて徹底した情報公開としてあらゆる会議録や資料が公開されているが、両論平気的な事項で結論を見ていない事項について恣意的に特定部分を引用し、 あたかも結論を見ているかのように予想う言動や、誹謗中傷の材料に使われる。さらには、県の HP で議事録が公開されることを利用して、一部の学識経験者を含め、自己主張の宣伝の場として三番前再生会議を利用するがごとく、同様の発言を繰り返すと、情報公開の価値を既存する言動も見受けられる。今後は、これらの現状を、 いかに克服するかが3番税の再生を住民参加で進めるにあたり大きな課題であるが長年構成や運営方法が固定的であったことから課題解決は大きな難問である。2009年の知事選挙で森田健作が当選したが選挙で争った同元後継候補吉田平への再生会議会長を含む有識者による出馬要請。 2009年2月5日付毎日新聞、千葉県版による三番税保全を掲げての2007年の奈良市の市議会議員選挙への竹川真急委員の立候補、再開で落選党委員による政治的な動きも参見される。また、環境保護団体も政治的な勢力と連携して活動をする例が見受けられる。三番税関連の環境保護団体は、 様々な名称の団体があるが、活動内容ごとに団体名を変えて設立するケースが多く、複数の団体に参加している個人がほとんどであり、団体数に比して、実活動個人が極めて少数である。加えて、これらの団体の幹部には、これまでの三番税をめぐる複雑な経緯に起因する感情的言動、独善的言動を漏する者が相当数見受けられる。 このような状況を踏まえ、千葉県は三番税再生会議の見直しが必要であることを10年9月の県議会と三番税再生会議で公にし、2010年12月をもって三番税再生会議は組織として終了した。2007年2月には千葉県三番税再生計画、基本計画に引き続き、三番税再生計画、事業計画が策定された。 この事業計画の計画期間は2006年度から2011年度の5か年であり、事業計画は5年ごとに見直すことが予定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。